牧野のぞみでございます。今度、非常の人なんぞ非常にというお芝居を、作演出させていただいております。ただいま絶賛稽古中ですけれども、どんな話か簡単に言うと、平賀源内という江戸にいた江戸時代の、天下の才人ですよね。大変才能のあった方ですけれども、その平賀源内さんと、それからその友人であった杉田玄白さん、この方は解体新書を訳された、有名な蘭学者ですけれども、この2人の、友情の物語と、一口で言えばそういうことになるんですけど、タイトルの言われはですね、源内さんが亡くなった時に、玄白さんが母姫を書かれるんですね。その母姫に源内さんのことを非常の人というふうに、ですから常識では測れない人っていう意味ですね。その常ならざる人、その非常識な人ってことじゃないんだけども、そのなんか常識の規格を超えた、とても常識では測り知れないもうそのぐらいな人であると、変わった人なんだっていうような意味だと思うんですけど、でその人が最後、源内さんというのは非常にちょっと悲痛なその最後を迎えるんですが、で最後人を殺めて牢屋に入れられて獄死してしまうっていう、そういう方なんですけども、なんでその非常の人がなんでその死ぬ時までそんな非常な死に方をし、その常あらざるという死に方をしなくてもよかったのにっていうような、ご悲鳴なんですけど、そこから撮ってます。で、非常に硬いイメージがあるかと思うんですが、中身は大変愉快です。僕の芝居なので笑ったり泣いたりということが多いかと思いますけれども、2人の関係も非常にこうちょっとおバカだったりとか、またある時は熱かったりとか、そういったような関係 で、で男5人しか出ないので、今回は男5人のお芝居でがっつりとお見せできるんじゃないかと思います。今現在、僕にとってはベストの作品ですね。僕が今まで作った芝居の中で今回のがベストになると思います。なので、今まで僕の作品を見たことがないという方も、ならこれを見とこうと、これが代表作だから、これを見とこうというふうにご覧いただけるといいんじゃないかと、あんまり構えないで見ていただけると、時代劇なんですけどね、構えずに見ていただいて十分に、楽しんでいただけるお芝居だと思いますので、ぜひ皆さん振るって、たくさん